メニスコエッススマニスコエッススは、白亜紀後期の北、アメリカに生息していた、絶滅哺乳類の属。恐竜時代の最後を生きた存在であり、タオカハメの一つでもある。メニスコエススの属名は1882年に、エドワード・ドリンカー・コープによって命名された。また本属は、キモロミスシマラミーズ、ディプリオドン・ディプリドン、ハロドン・ハロドン、ドンオラコドン・オリコドン、 モエニスコエッススミーニスコエスス、セレナコドンセレノコドン、トリプリオドントリプリドンとしても知られる。いくつかは動物異名で、いくつかは語道帝である。この俗名の歴史は複雑で混迷している。ことの発端は1882年のコープに起因する。コープはララミール遺草で見つかった小型肉食恐竜の歯について、すでに自分で命名しているパロニコドンという学名を、 本属に与えてしまった。さらに後に別の生物であるトリプリオドンとディプリオドン等々もパロニコドンにしてしまった。なぜならこれらの動物の歯がその恐竜のものであると考えたためである。気がつくと数々の種名がメニスコエッススと同義語になっていた。これは今では疑問名あるいは無効名であると考えられている。これらは後の百八十九年に オスニエル・チャールズ・マーシュによって、メニス・コエッススに改められ統合された。1929年に、シンプソンが、アメリカの中世代の哺乳類アメリカンメッセイゾイック、マミエリアを出版した。その中でトリプリオドンの名が用いられた上で、それらの重脚類の歯が実際は哺乳類のそれだった、ことが指摘された。今では、トリプリオドンの名も使われることはない。 メニスコエッススは有効なタオカハルイであり、いくつかの非常に状態良好な骨、そして非常に多くの歯からも知られている。ありがとうございます。